今日は2021年クリスマスです。皆さん一緒に挨拶しましょう。横におられる方にメリークリスマスと挨拶しましょう。皆さんメリークリスマス。イスラエルの歴史の中で一番暗かった時が新旧約中間期の400年であります。その暗黒の時代。 暗い闇のその時代に明るい光が与えられたのがこのイエス・キリストの誕生でしたイエス様はえこの世に来られてその全ての闇を打ち砕き新しい時代を開かれました私たちも同じように2021年いろいろな出来事がありましたけれども、えー しかし、その全てのことを決算する中で、2022年を準備する時間を持たなければいけません。イエス様が来ることによって、全ての罪、過去、また闇が打ち砕かれて、新しくされるように、新たにされるように、私たちの人生も同じように、この残りの1週間、お互いに許し合い、またお互いに愛し合いながら、 すべてを決算し、きれいな、えー、そういう心を持って2022年を始める信徒となることを願います。今日私はルカによる福音書1章34節から38節の御言葉を通して、意高き方の力があなたを覆いますという題名で御言葉を語りたいと思います。この救済士の主人公はイエス・キリストであります。 イエス・スキリストまたイエス・キリストの十字架の贖ないによる救いがこのキリスト教においての中心的な出来事でありますすべてのこの旧約の歴史はイエス・キリストの十字架の贖ないに集中して進んでいますそしてそのためにイエス様はこの世の中に来られましたそれがこのクリスマスです このクリスマスは神様が人類の歴史に直接介入された日です例えば人が水に溺れている時に死にそうになっている時にその人に向かって早く出てきなさいとい,いくら言葉で言っても意味がないわけですねその人を救うためには必ずその水の中に入っていかなければいけませんそのように神様も同じように罪人を救うために この人間の歴史の中に入ってこられたわけです。同じ人間の姿を持ってこられました。なぜですか皆さん、私たち一人一人、罪人を救うために来られたんです。それがクリスマスです。その出来事のクリスマスの中で重要な助演のうちの一人がマリアです。マリアが。 神様の前にアーメンと従順したためにイエス・キリストが誕生することができたわけです。今日私はこのマリアの信仰がどのような信仰だったのか見てみたいと思います。まず大きな一番目にマリアはヨセフのイイナ漬けでした。マリアはヨセフのイイナ漬けでした。イイけ。このイイナ漬けという 看護が出てきますけれどもこれは今で言う婚約を意味しています。婚約。古代イスラエルの風習を見てみると、男女が家族の中で婚約をしますね。婚約式をします。その婚約の期間が 1, 1年間ほど過ごすそうです。そしてその1年間、同居はしないんですけれども、 純潔を守りながら交際をする機関を持ちます。その当時、えー、女がほとんど、えー、10代なんですね。もう14歳、20歳ほどの、えー、若い人です。では考えてみてください。マリアがイエス・キリストを生んだ時に何歳だったと思いますか多分。 10代だったと、えー、言えるんですね。今で言うならば高校生。高校生ぐらいの年だったと思います。そうやって考えてみるとですね、えー、とてもすごい信仰なわけですね。子供なんです、まだ。しかし、信仰によってイエス・キリストを生、えー、む。 そういうい働きをしたわけですこの婚約した時代え状態というものは結婚のような法的な力を持ったものでした今はもう、えー、離婚したりしますけれども昔はそうではなかったわけですね簡単に離婚することはできませんでした離婚するためにも、えー その証明書が必要だったわけですそれほどとても重要な大変なものでしたマリアとヨセフはこのように婚約をしている関係でしたまたヨセフは年が多かったと言われています10代の少女とまた30代の人が 結婚したわけですよねそしてマリアは処女であったと語っています。ギリシャ語で処女というのはパルデノスと言いますパルデノス。これは結婚する年になった女が性関係をしていない状態のことを意味していますね。ねこれを救済主的によて見ると、教会が処女だと語っています。教会のことを処女だと語っていますね。ねコリント第2の手紙11章2節を見ると、 私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからですと私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定めキリストに捧げることにしたからですとシト・パウロがコリントの教員たちに語っておられますコリント人をコリントにいる教員たちを処女としてキリストの花嫁として捧げることを願いますと語っているわけですね は聖書で霊的な処女は何を意味しているでしょうかイエス・キリストを最初信じるとき信仰によって救い主として信じ悔い改めることによってすべての罪がきれいになくなりますすべてを許してくださいますよねその状態が処女のような純潔な状態であります その次に、その後にですね、私たちは失敗して罪を犯すこともありますけれども、悔い改ためることによってすべて,ての罪を許してくださいます。未来の罪までも。ですから、霊的にですね、きれいな状態、イエス・キリストだけを信じるきれいなものを霊的な処女というわけです。 この世の中と結,ばる結ぶのではなく信仰の純粋さを守ることを意味しています。ヤコブ4章4節を見ると「低層のない人たちと世を愛することは神に適することであることが分からないのか」と「世の友となりたいと思ったならその人は自分を神の敵としているのです」と語っていますね。 神様の敵となると世間世の中を愛すること今日私たちはイエス・キリストだけを信じて世の中を離れるそういう暮らしをすることが霊的な少女の歩みでありますまた世の思いを捨てて霊の思いを持つ者が少女であります ローマ8章7節を見ると肉の思いは神に対して反抗するものだからであると語っていますね肉の思いは神に適するものであると反抗するものであるとですから霊的な処女というのは霊の考えを持って歩むものを意味するわけですマリアがそういう信仰を持っていたことを意味しているわけです マリアが肉の考えを持っていて暮らしていたならばどうでしたか天使が来た時にあなたは身ごもったと言った時にそれを信じたでしょうか私は少女だと。どうやって、えー、子供を産むんですかと笑ったでしょう。しかしマリアはそうではなく霊的な考えを持っていたためにそれをしっかりと受け入れてアーメンしたことはすることができたわけです。 また大きな2番目にマリアはマの教会の例えであります。マの教会を表しています。2000年前のマリアイエス・キリストを生んだマリアと考えるのではなく、最後の時世の終わりにもマリアのような教会が必要なわけです。ヨハネの目視録を見ると太陽を着た女が出てきます。 目白く中二章五節に記録されていますね。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持ってすべての国々の民を牧するものであると。その子は神の身元、身元、その溝に引き上げられたと語っています。この女が、えー、太陽を着た女です。この太陽,の太陽を着た女は誠の教会を象徴する表現であります。その女が 鉄の杖を持ってすべての国々を、えー、司さるものイエス・キリストを生むと語っています。それが、えー、クリスマス、生誕のメッセージなわけです。今も同じように、マコトの教会がイエス・キリストをこの世の中に表しまた、えー、表し出す使命があることを意味しているわけです。マリアがそうしたんだとイエス・キリストを生んだというだけでなく、 私たちの教会もマリアのような教会として世の中にこのイエス・キリストを表すものとならなければいけないわけです。では私たちも太陽を着なければいけません。では太陽を着るということはどういうことでしょうか太陽を着たというのはマリアのように神様の恵みを受けたということであります。ルカによる福音書1章30節を見るとマリアよと恐れることはないと。 あなたは神様によって恵みを受けたと語っていますね。マリアも神様の恵みを受けたわけです。太陽を着た女のように。恵みを着たんですね。恵みを着ました。またルカニの福音書、1章35節を見ると、見つかいは答えていった。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆いますと語っていますね。精霊が宿り、そして 意図高き方の力があなたを覆うことによって不可能が可能となると語られています。今日の御言葉のように、意図高き方の力があなた方を追うとき、私たちを追うときに、私たちにもすべ、えー、てが可能になることを意味しています。それは神様の栄光の力であります。旧約でもこれを予言していますね。 イザヤ60章1節を見ると「おきよ光を放てと」とあなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからであると語っています神様の栄光がマリアを覆ったように私たちにも同じように覆われると予言しているわけですそうなるとどうなりますかまず3節を見ると「国々があなた方のその光の内に歩むと」と 私たち,王たちはあなたの輝きに照らされたむと語っています。見言葉を求めて集まってくると語っています。また、6節を見ると、マリアに来たようにですね、その多くのもの、えー、を持って押し寄せてくると語っています。金と入港を携えてくると。東宝の博士のように金と入港を携えてくるわけです。多くの国々が その太陽を着た教会に向かって集まってくることを予言している御言葉であります。また、黙示録12章1節を見ると、この太陽を着た。女は、えーえー、巨大な印が手に現れたとき一人の女が太陽を着ていて、その足元に足元に足の下に月があったと語っています。 月をです、ね、足の下に踏んでいたわけです。これはどういうことでしょうか月というのは自分自身で光を放すことはできません。月というものは太陽の光を反射するのが月の役割です。創世記一章16節を見ると月は夜を司ると語っています。月は夜に属するものであります。太陽は昼を司る通り 月は夜を司りますね。ですから、夜だけ有効なのが月なわけです。この夜、暗闇ですね。暗闇の定義は何でしょうか暗闇というものは内容,内容があるのではなく、光がない状態を意味しています。光のない状態。それが暗闇です。 ですから光が現れればその闇はなくなるということなんですね。月があっても夜はなくならないわけです。ですから月というものは光がない状態です。光がない存在です。ただ光を放つだけ、反射するだけです。太陽のように闇を 退かせることはできるような存在ではないわけですよねですからこの月というものは立法主義の教会また世に属する教会を意味しています教会は光を放つ使命があります私たちに光と塩となれとしかし月はその光を自分で放つことはできないわけですよね 例えば、立法の次元にいる教会があります。どのような教会かというと、立法はイエス・キリストの前の内容であります。罪が何なのかを悟らせますよね。そしてイエス・キリストに示す、イエス・キリストに導くものが立法なわけですけれども、その立法だけをつかむ教会があります。立法だけ守ればいいと。 ただ、形式的に行動だけ行えば救いを受けると言います。しかし、その内面的なものには変化がないわけです。そういう教会には救いがありません。また、2番目に、人本主義的な教会があります。月のような教会人本主義的な教会人間の 理性、考えが神様よりも優れていると考えます。神様の御言葉が私たちに合理的ではないならば信じることはありません。自分の考えで判断し決めるわけです。また聖書に記録されている奇跡も信じません。人間が中心となっている教会があります。神様が優先的なものではないわけですね。人,に人の楽しみのために、人の 利益のために存在する教会がこの教会であります。月のような教会です。そして3番目は世に属する教会です。世に属する教会。世の中と妥協する教会ですね。世の中のその流行に従って歩む教会。見言葉がない教会です。また肉体的なものだけを考える教会であります。 例えば社会的なものであったり、またえそれだけを重要的に考える教会。イエス・キリストに対する内容、御言葉を教えず、また天国と地獄について考えない、そういう教会もあるわけです。そういう世の中に属する教会があります。しかし、マリアは のの教会の母系です婚約した状態ですよね、マリアは。そのような状態の中でえ妊娠をするということは立法にえ逆らうことであります。あなたの体からイエス・キリストが出なければいけないけれども、どうするんだと言ったときに、マリアは立法を乗り越えて神様の御心ならばそう従いますと。あめんしたわけですね。ーメンと言ったわけです。 また人間の考えでは不可能なことであります。どのようにして少女が妊娠することができますかしかしそのようなものも乗り越えて、神様には不可能なことがないと信じて歩んだわけです。また結婚する前に妊娠したならば、世の中では指を刺されて、 暮らしていくことはできませんあの人は結婚もしてないたのに妊娠したと死に値する罪でありますしかしそれを乗り越えて神様の御言葉ならば従順するという信仰を持って、えー、アーメンしたわけですねですからマリアは月のこのレベルにある教会を乗り越えたまことの教会を意味しています太陽を来た女 それは月がその足の下に月があったと書いていますね。それを乗り越えた教会であります。との教会太陽を着た教会であると、マリアのような霊的な教会であることを意味しています。そういう信仰があったからこそ、マリアは中旬することができたわけですね。愛する皆さん、私たちも、 このような信仰を持って太陽の北太陽を着た乙女となり神様の恵みを受けてまた力を受けてイエス・キリストをこの世の中に表していく皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします大きな三つ目ですマリアは神様に示された証を確認しに行きましたマリアは神様から示され示された 証を確認ししに行きましたその証しは何かというと、えー、エリザベツが、えー、こう宿ったということでしたね、えー。バプテスマのヨハネの母です、エリザベツ。神様はマリアに向かってあなたは少女だけれども子供を産むだろうと。その、えー、エリザベツも 年,が取っている年を取っているけれども、この子供を宿ったと、それを確認しなさいと語られたわけですね。マリアを見て、私たちも自分の中にイエス・キリストを生、えー、むことができると、私たちを通してイエス・キリストを表すことができると、この世の中に、えー、表すことができるという、そういう信仰を持って、 相まなけければいけませんマリアのような信仰があれば私たちを通してイエス・キリストが表されることを信じなければいけないわけです。マリアはこれについてどうしましたかまずは「あメンしましたね。私は主の橋ためですと。どうぞあなたのお,行うお言葉通り好みになりますようにと従順しました。そしてから、 マリアはすぐに立ってユダの町に急ぎ急いで行きました。ルカ1章39節を見ると、その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだと語っています。急いだと。ユダの町、エリザベツが住んでいる場所です。ただ行ったのではなく、ここを見ると急いで行ったと語っていますね。これはどういうことかというと、 今信仰を持ってその神様の蜜毛を信じようとしているマリアのその心を意味しています。山地にあるユダの町と語っていますね。山地にあるユダの町。ユダの部族、山地を意味しています。これはどういうことかというと、マリアは今ナザレに暮らしていましたよね。ナザレからユダの山地まで約100マイルの 距離があります。ナザレがここにあります。そして、ユダの産地がここにあるわけですね。この真ん中にサマリアの土地がありました。ユダヤ人はサマリアの地に入ろうともしませんでしたよね。入れば汚れることになりますから、そこを避けていくわけですよね。 普通のユダヤ人は通過せずに遠ざけて遠回りして入っていくわけです。これが約100マイルほどなんですけれどもその当時車もないのに10代の少女が1人でこの長い道のりを行ったわけです。とても危険な行動でもありました。ししかしマリアは早く急いで この神様が明しされた、示されたこの証を確認するためにエリザベツのところまで行ったわけですね。急いで走っていたわけです。世の中ではこの信じない人はキリスト教をおかしな宗教だと考えます。しかしそうではありません。キリスト教は 証の多い教宗教であります。賛美歌三百四十番にはありますよね。イエス・キリストを信じることは、証が多いからであります。しかし、世の中と違う。その差というものは、何かというと、キリスト教は信仰がまず初めであるということです。まずは信じなければいけません。そうするときに、すべての,その、えー、証を与えてくださるわけです。 これがマリアの姿です。まず信じることによって、み、え、のー、りが結ばれるわけです。反面に信じることもせずに、証だけを求める者、神様を、えー、試そうとする者たちがいます。そういう人たちには信仰が与えられません。また16章移設を見ると、 第16章移説を見ると、パリサイ人やサドカイ人たちがみ,なみそばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだと語っていますね。信じようとするのではなく、ただ印を見せてくださいと言ったわけです。そういう時にイエス様はこう語られました。悪い簡易の時代は印を求めると。しかし、ヨナの印のほかには印を与えられないと語りました。 しかしマリアのように信じようと力を尽くして努力する信徒には必ず明らかな印を与えてくださいます。それが神様の働きです。マリアがエリサベツの家に行ったときにその瞬間から証を見せてくださいましたよね。ルカによる福音書1章41節から45節の見言葉を見ると、エリサベツが精霊に満たされたと語っています。 そしてヨハネがその体内で踊ったと語っていますね。踊ったと。精霊に満たされたエリザベスがマリアに祝福の言葉を語りました。まず、あなたは女の中の祝福された方であると語りましたね。女の中で祝福されたものだと。マリアがどのような状態なのか分からずに、 精霊に満たされてエリザベスが語っている告白です。あなたは女の中で一番祝福されたものであると。そして、私の主の母であると語っています。私の主の母だと。マリアが何も語らない、そういう中で、あなたは私の主の母であると。エリザベスは年老いていました。また、マリアは10代の少女です。 しかしこの表現を見てみると、マリアを高める表現を使っています。私の主の母であると。そして最後に45節を見ると、えー、信じ切った人は何と幸いなことでしょうと。語られたことは必ず実現すると。信じたものであると語りましたね。信じたもの、信じた女だと。 それが私たちの教会とならなければいけません。信じる信と信じる教会となることによってすべてのその御言葉が成就するわけです。信じなければ成就しません。私たちも成就すればイエス・キリストの形を切ることができます。このように信じようと努力する者、信じようとする者に神様は大きな証しを与えてくださるわけです。 イエス様の前に来た、そのえ悪霊に取り憑かれた子どもの親もそうでしたよね。イエス様は何と語りましたか九章二十三節を見ると、マルコ九章二十三節を見ると、信じる者にはどんなことでもできるのですと語りましたよね。その時その子の父は何と語りましたか 24節を見ると、信じますと、不信仰な私をお助けくださいと。これがマリアのような姿であります。まず信じますと、信じますと語ってから、どうかこの信仰の足りない私をどうか助けてくださいと。こういう信仰を持ったときに、その証しを与えてくださったわけですね。汚れた霊を追い出してくださいました。例えば、 リー・ストロベルという有名な作家がいるんですけれども、リー・ストロベル、この人はシカゴの新聞がありますけれども、その取材する記者だったんですけれども、自分のその妻が教会に通い始めたそうです。それで自分自分身は 宗教がないものだったんですけれども、おかしなところに惑わされたんだと考えて、自分の妻を救い出すために、このキリスト教はおかしいだろうと、この宗教から救い出さなければならないということで、そのキリスト教を潰すために取材し始めたというわけですね。全てをし しようと全てを明らかにしようと取材し始めましたそしてキリスト教をどうにかして暴こうとしたわけですそのキリスト教の思想が復活だと言うんですねじゃあ復活が間違っていることを証しするために調査をし始めましたそしてその妻を救い出そうとしていたわけですしかし数年間調査をしたんですね 有名な神学者や学者たち博士またいろんな教会に行って調べたわけですインタビューをしましたその結果どうなったでしょうかこの人がどん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 そのキリスト教に溺れていきました、えー、いくら暴こうとしてもこの復活を否定することはできなくなったわけですそして結局はキリスト教となって また今は牧師となって多くの人を救い出す人になりましたまた有名なそういう本を書くものとなったわけですねもともとは間違ったキリスト教を暴いてキリスト教をどうにかしてでも砕こうとするそういうものだったわけですけれども変えられたわけです 私たちにはこのマリアのような信じようとする信仰が必要です。努力が必要です。そうするときに神様は私たちに答えてくれるでしょう。皆さん、結論です。私たちがマリアのように世の終わりにイエス・キリストの形をかたどったものとして歩むためにはどのようにするべきでしょうか簡単です。自分が死ななければいけません。自分が死ぬときに イエス・スキリストが誕生しますガラティア2章20節を見ると、私はキリストと共に十字架につけられたと。今はもう私が生きているのではなく、キリストが私たちのうちに生きておられると語っています。私がキリストと共に十字架につけられたと。 私たちがまず先にキリストと共に十字架につけられなければいけないということです。マリアのように自分の考えを捨てて、自分の思いを捨てなければいけないということです。そうするときに私たちは従順することができます。そしてそのときに、その従順する信仰が成長して、キリストの形にかたどったものとして立て上げられていくことができるわけです。私たちもマリアを手本として、 一生懸命信仰を持って歩まなければいけません。信じて歩むときに、私たちの中にもキリストが生まれる、そういう2021年クリスマスとなることを忍びなもって祝福いたします。祈ります愛する父なる神様、感謝いたします。2022年クリスマスを迎えて、神様の前に出て、礼拝を捧げることができるよう導かれ、心から感謝いたします。 今日も与えられた御言葉のように、マリアのような信仰を与えてくださり、神様の前に信じますと、ただアーメンと答えることができますように、もっともっと信じることができる証を私たちに与えてくださり、また確信を与えてくださり、いつも信仰が成長し、イエス・キリストの形をかたどっていく。 人一人となることができるようどうか導いてください。私たちが苦しく、またつらい時に御言葉をつかむことができるよう導いてください。また私たちを導き、私たちを守ってくださって、私たちの暮らしにあるすべての問題が解決される体験が与えられますように。 また生きて働かれる神様を信じて最後まで信仰を守り続けることができるよう祝福してください。2021年、この1年が過ぎ去る前に神様の前に決算し、悔い改めることは悔い改めて、またお互いに愛し合い、またお互いに許し合い、きれいな心と体を持って2022年を始めることができるようどうか導いてください。イエス・キリストが生きている 教会となることができるよう導いてください。各自の十字架を持って、お互いを愛し合いながら、覆うことができるような心を私たちに与えてください。そうすることによって、2022年度は万事が駅となる祝福の扉が大きく開かれる、新しい信念となることができるよう導いてください。その通りになることを信じて感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン